サントイコール・フォアイコール・ラグランドは、フランス南西部ヌーベルイコールは規定の地域圏、ジロンド圏にある、人口2588人のコミューンである。住民は、フォイオンと呼ばれる。13世紀半ばに、トゥールーズ博、アルフォンス・ド・ポワティエの統治拠点の一つとして、建設された。1271年に、イングランド王エドワード一世の所領となるが、100年戦争後は、 フランス領に戻った。16世紀の宗教改革期には、ユグノーの拠点となり、1585年に、アンリド・ナバールによって、町の周囲に、両歩などの防御施設が築かれた。これらの施設は1635年には破却され、以後は活発な商業都市として、現在に至る。視聴者のある広場から、南北方向に伸びるビクトル・ユゴ通りと、 東西方向に伸びるレピューブリック通りを主軸とした、格子状の街並みは、秋庭園の地域圏のバスティードの典型を示している。街路網は、保存状態が良く、街路の東端には、中世の城壁の遺跡が残されている。建物の多くはここ200年内に再建されたもので、あるが、中世以来の構成を踏襲しており、15世紀。 以降のハーフティンバー様式の住宅も見ることができる。ありがとうございます。